旧田郡役所は、香川県木田郡三木町大和在池戸にある、大正時代中期に建てられた、義陽風建築。三木町の文化財に指定されている。現在は、道庁の管理下にあり、地元の公民館である、池戸公民館の建物として運用されている。軍政志向時代の軍役所庁舎として建てられた、義陽風建造物。香川県内に建てられた、 義王府建築の旧軍役所長者としては、現存する唯一のものである。木田軍林村に今日置いていた道具大工吉峰、長太郎小一の地区による建築物で、下見板系義王府建築の特徴を色濃く写した構造を持つ。1918年6月より、現在地において建築工事に着工し、1919年8月31日に、竣工。 同日より、軍役場として、運用を開始した。1926年の軍政廃止により、役所としての機能を終えた後は、香川県の所有となり1930年より、香川県産業試験場として運用される。その際に眉を保管する、霧妻作りの土蔵が、正門の東側に増築された。この土蔵は水氷を用いた、冷却のため、 その内部を売り切張りにしてある。後1957年より、県農業行政機関の機構改革のため、香川県農業試験場を三木分場として運用された。しかし1981年に、香川県農業試験場が三木分場を三木試験地として、道大屋座内の別地に改装移転させることとなった。香川県農業試験場の改装移転を受け、 跡地及び建築物を三木町が買い受けて、町有財産とすることが決定し、施設整備の後1983年より、池戸公民館としての運用を開始した。以降、保全塗装や瓦の吹き替えなどによる定期的な整備改修が行われてきたが、2011年に東北地方太平洋沖地震に伴う東日本大震災が引き起こされたことを受け、 同年より大規模な復元改築を伴う耐震強化改修工事の着工に至り2012年2月にこれを完了した。これを受けて町では本建築物のより積極的な運用が検討され2013年より北軍及び三木町の歴史、広古、民族に関する資料を展示する資料館としての運用や町民の主催による 展示イベントの提供会場としての運用が行われている。なお、三木町の文化財としての指定名称は、正式には、旧木田郡役所建物であり運用施設名としては、池戸公民館だが、香川県教育委員会の資料においては建造物の名称は、旧木田郡役所庁舎としている。木造寄せ棟平屋建ての下見板系企用風建築。 壁を構成する、下見板、玄関に車寄せを廃し、瓦屋根の上に、ドーム状の丸屋根を持つ登場のドーマーが出ていることが、外観的な主要特徴である。特にドーマーに関しては、ドーム屋根の下に、東波吹刺しがしつらいられ、台の部分湾曲や、側面の下見板、ドーマー用部の蛇腹など、和洋折衷の衣装を各所に見取ることができ、小規模ながらも、 コーニスやキーストーンを意識した細部にまで精巧な作りがなされている。車寄せにはつまに洋風の漆喰によるレリーフ、天井に草花分を透かし彫りした装飾板をしつらえている。全部屋の壁下部には腰板を用する。基礎は花崗岩とレンガ積みによる布基礎。床下換気口には唐草模様がしつらえられている。また外壁の内かい直下から 下見板壁に至るまでの空間は漆喰を用い、ここにも和洋混同の特徴を示す。小屋組はキングポストトラスを持って寄せ棟屋根を形成しているが、梁や大黒柱などは和風建築に見られる丸みを残す材木を使用している。玄関を入ると土間廊下が南北方向及び東西方向にしつらられ、南北廊下を挟み、西側に五軒、東側に 前述のドマ廊下及び三軒が、間仕切りとしてしつらえられている。南北廊下の北側付きあたりは勝手口である。ドマ廊下以外の廊下は存在せず、部屋間の移動は、相互の部屋を横断する形で行われる。全部屋の内訳は実習室、洋室三軒、工具室二軒、東広間、事務室の総計八部屋となる。ドマ以外の各部屋は、全面フローリングとなっている。 かつては東広間が和室として畳敷きとなっていたが、これは1983年の公民館設備の整備のための改築によるもので、2012年復元改築の折に他の部屋と同様のフローリングに改められている。西側5軒は、西西に洋室2軒、北に工具室2軒、それら各部屋の入り口を要する形で実習室が存在し、 その南側に玄関からの制度管廊下がしつらえられている。再生洋室2軒のうち南側の部屋に玄関から伸びる制度管廊下がつながっている。東側3軒は、東土管廊下の北側に、洋室1軒、廊下付きあたりに、広間が1軒、洋室のさらに北西側に事務所が存在する。なお1983年整備においては室に、 改められていた東広間には、小収納の押し入れがついていたが、復元改築を行った現在はなくなっている。なお本、建物内に、便所は存在しない。これに関しては、正門西側に別当として建てられている翡翠線の、外便所か、隣接する池戸商工センターの便所を借りる形での利用となる。アートギャラリー及び郷土展示資料室、共通。 なお会議室としての利用は不可。展示主催としての利用は池戸公民館に対する詳細の問い合わせと予約が必要。ありがとうございます。